マスクドコメディアンの覆面ラジオ新年明けましておめでとうございますく本年もよろしくお願いいたしますくということで始まりました「マスクドコメディアンの覆面ラジオ」お相手は私謎の覆面芸人マスクドコメディアンでございますくよろしくお願いいたしますくパチ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 からの 88888 88ということでございますく。さあ、えー、本日は1月7日ということでね、えー、年も明けてちょっとずつ落ち着いてきた頃やないかなと、えー、思いますくー。正月はね、もう、賑やかに。 まあ最近にしてはね、あのー、結構人でも多かったんではないでしょうかね。えー、マスクとコメディアはね、もう年末はありがたいことにね、まあありがたいかどうかわかんないですけども、えー、ゆっくりさせていただきましたが、えー、新年はですね、えー、ゆっくりさせていただきました。もうずっと休みやったんかいという話なんですけども、まあね、まあこれからね、ゆっくり休んだので、これからどん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 働いていこうと思いますく。さてさて、えー、今回はですね、第1週目ということですね、えー、今月の、 出演予定をお知らせさせていただきたいと思いますく。まず、えー、1月7日、明日ですね、土曜日は第2回バイカコメディアワーが開催されます。えー、場所はですね、えー、阪神千鳥橋駅より徒歩7分くらいにございます。ゆるりどころエニーさんにて、開演は14時、えー、入場料金は1000円となっておりますく、えー。去年からね、 始まりました。バイカコメディアワーなんですけども、ありがたことに第2回、えー、開催することができましたので、えー、この調子で来月、再来月とどんどんね、続くように頑張っていきたいと思いますく、よろしくお願いいたしますく、えー、そしてですね、えー、1月17日火曜日はですね、第77回塚本コメディアワーでございますく、えー、会場はおなじみのね、えー、JR 塚本駅より徒歩5分ぐらいにございます。横ち座で開演が、 19時、えー、入場料金は、えー、1000円となっておりますえー、今月ね、えー、1回しかないんですよ。毎月第1、第3なんですけども、ちょっとね、えー、第1は、まあ、ちょっとね、正月も明けてすぐやったんで、えー、出演者はね、予定良かったんですけど、お客さんの方が都合悪いということで <laughs>、えー、今月は17日の、えー、1回でまとめてやろうということでですね、えー、スペシャル版、 えー、新春顔見せ工業といたしましてね、いつもよりちょっと小ミ数が多いですので、ぜひぜひね、えー、来ていただきたいと思いますく、えー、そしてですね、1月の20日金曜日はですね、えー、 四ツ葉寄せというのがございますく。えー、会場はですね、近鉄上本町駅より徒歩7分か、な、七分ぐらいかな、えー、ございます。上本町四ツ葉カフェさんで開園が19時、えー、入場料がワンドリンク500円プラス投げ銭となっておりますく。えー、今回初めてね、 開催されるんですけども、えー、僕もまだちょっとまだ会場の方行ったことないので、どういうところかちょっとわからないんですけども、落語会とかね、結構やられてるみたいな感じなので、えー、これもね、好評につきまた次回もというふうになるようにね、えー、お客さんいっぱい集めて頑張りたいと思いますくので、よろしくお願いいたしますくそして、その翌日1月21日は、第43回ビオルネお笑いライブです。えー、会場は、京阪 平方市駅よりもうすぐですね、えー、徒歩、もう5分もかかんないでしょう。えー、平らかビオルネさんの、えー、地下1階の吹き抜け広場で開催されます。えー、去年、去年のね、12月の、えー、4周年記念の時にですね、えー、中で一回やってみようかということで、ちょっと雨あったんでね、試しに中でやってみようかということで、えー、中の方がねあの、冬場は暑くて、 暑くてとかあの暖かくていいんじゃないかということで、えー、1月2月はあのこちらの地下1階の吹き抜き広場でやらさせていただくことになりました、えー、13時14時15時と3回公演で入場料は無料となってますのでぜひぜひこちらもねお越しいただきたいと思いますく、えー、そしてですね毎週金曜日22時頃は、えー、こちらのマスクドコメディアンの YouTube チャンネルを この、更新いたしますく。えー、時々ね、時間ずれたりするんですけども、頑張って、えー、金曜日の 22, 22時に更新していけたらなと思っておりますく。えー、そして、えー、毎月5の倍数の日ですね。えー、5日、10日、15日、20日、25日、30日はですね、インスタグラムの方のね、えー、更新をしております。そして、毎週月曜日は、えー、YouTube のショート動画、えー、インスタグラムの リールそして TikTok のね、えー、で、えー、ショート動画の方を更新させていただいておりますので、そちらの方もぜひぜひご覧になってよければ、フォロー、ね、チャンネル登録からやっていただければありがたいと思っておりますく、えー、その他にもですね、今年はいろいろね、新しいことにもチャレンジして、皆さんに喜んでいただけるよう頑張っていきたいと思っておりますので、今年もマスクドコメディアンをどうぞごひいきに というわけで、マスクドコメディアンの覆面ラジオでした。ありがとうございます